菊池夫婦もとある休日、買いに行かねば。そして到着したのは柏駅、新生堂にお邪魔しました。ずらーっと並ぶセクシーゾーンの CD、 やばいでしょ。即購入、3枚でこの値段はやばい。そして早速帰りの車の中で聞くことに。セクシーゾーンでいっぱいな最高な一日だったのさ。